本秀平の永田町絵画館、こちらから作品を紹介したいと思います。おお、心の友よ、有事の時は優しい。おお、心の友よと都合よく抱きしめてくれるものの、次にいついじめられたり裏切られたりするかわからない。某国民的漫画に登場するいじめっ子はいつもそんな調子です。普段はお前のものは俺のもの、俺のものは俺のものといった大胆な持論を引っ提げて生活しています。そんな彼も皆さんご存知のように大舞台となると途端に頼りになるいい男と変貌します。お前のものは俺のものを地で行く自分ファーストなトランプさんと、それに付き合う安倍総理。でもトランプさん、たまに起こる有事の時には優しく抱きしめてくれます。それはあたかも年に一度の映画公開の時の彼と同じように、常に映画版のような男であってくれればと願わずにはいられません。はい、まあ何の漫画とははっきり書いてませんけどね、いじめっ子ね、ジャイさんがねジャイさんっていうことないんですけどね、まあ明らかにトランプさんですよね。本当にこのね、暮らす時のモットーも同じ気がするんですよね。アメリカファーストの人でね、ジャイさんもお前のものは俺のもの、俺のものは俺のもの、生き方がね一緒なんですよね。で、おお心の友よとか言いそうですもんね、トランプさんも調子いいですから、そういう時だけすぐ親友とか言いそうです。で、安倍さんの方が誰かというと、まずはのびちゃんと思いますけど、のびちゃんの要素もあるけど、まあ安倍さん、すねちゃまの感じもしますよね。手下感、それからお金を出してるところ、何かとお金をね、いろんなものたくさん買わされたり、武器のまとめ買いさせられたり、トウモロコシ買ったりとかね、いろいろありますから、そう考えるとね、えスネちゃまかもしれません。まあスネちゃまとのびちゃん、変な呼び方してますけどね、この二人の要素があるのが安倍総理なんですかね。はい、という作品を永田町絵画館からお送りいたしました。福本秀美術館、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。Softly spoken, with no strings tying you to me.